アナウンサーが企画するアナワンのコーナーです今回は私が私のスマートフォンの中にあるお気に入りフォルダから何枚か写真をご紹介しますおお、何撮ってるんでしょうねテーマは私の夏ですさあ、まずはこれ私の誕生日をこれだねメンバーにお祝いしてもらった時の写真なんです,いいです、ね、おめでとうございます <laughs> ありがとうございます あのこうしてこれだねメンバーは誕生日のメンバーがいるときは必ず放送前にみんなでお祝いをしていてそうなんですよ嬉しいですねこの写真撮ってくださったのはあの MC の吉岡アナウンサーですあらじゃあもうみんなでお祝いしたっていうことなんですねそうなんですよなのでこう放送を通してこういうなんかみんなのこう和気あいあいとした仲いい感じが伝わればいいなと思います素敵な笑顔でした続いてこちらが。 <お>私の実家の愛犬です。あら、ちょっとやんちゃそうな顔してますね。<笑>,そうなんです笑った顔が可愛いんですけど、あの私の実家の犬はこう。元々野犬の子で保護されて保護犬なんですね。はい、で、私が引き取ってきたっていう形なんですけど、はい、今はこうして家族の一員です、はい。リラックスしてますね。名前は何と言うんですか？名前は私たちの家族になってくれたご縁に感謝ということで縁と言います。あら。 素敵な名前ですね。はい、なので、これからも一緒にこう大きくなる成長する姿を見守りたいなと思います。うん、続いては、夏休みに行った韓国旅行です。はい、あ、いいですね。はい、これは何でしょうか。メロンですか。はい、これメロン丸ごと使ったかき氷なんですね。はい。まる一個食べちゃいました。 行きまましたね <laughs>、はい、結構量ありますよ、はい、韓国ってその私の実家の福岡から飛行機で1時間ほどなので、はい、東京とかに行くよりも断然近いのでそうなんですね、はい、意外と手軽に行ける海外旅行なんですよね。はいはい、そしてこれ<お>あのメインが来る前に撮った写真なんですけどこれ日本でいうお通しでこんなに食べられるんですか。はい お通しでこの量来るのでう、はい、もう本当に大満足お腹いっぱいのグルメ旅でした。いやいい旅行でしたね。はい。こうして自分の写真を見返すことってなかなかないので、はいうん、すごくいいなと思いました。はい。そして写真を見ていくとその人となりがなんとなく伝わっていきますよね。時変わりました。えー、あのいい意味ですよ。はい。今後もこういろんな写真を撮っていきたいなと思います。以上アナワンのコーナーでした。